ということでやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこライセンスをサバコの方でやっていこうかなと思うんですけども、今回ですねやっていく内容に関してはですね、大狂乱ステージの方やっていこうかなと思います。ちょっとね放置しまくりだったので、ちょっとそろそろ真面目にやらないとかなと思うんでね、やっていくんでよろしくお願いします。でとりあえず今回やっていくのはですね、こちらでございます。大狂乱の猫降臨でございますね。こちらまだクリアしてないので、ちょっとねやっていくんでよろしくお願いします。ということで編成に関してはですね、もうとりあえず組みました。はい、こんな感じでちょっとやっていこうかなと思います。この間出ましたクロキャスリー揺れでね、ちょっとやっていこうかなと思うんでよろしくお願いします。いやどうだろうね、ちょっと不安だけれども、あこれ一回負けたんだっけ、ちょっと覚えてないけど負けたんだね。まあいいや、じゃあとりあえず早速ねやっていきますけれども、どうしようか、アイテムはいらんかな。まあとりあえずやってみましょう。これで負けたらアイテム使ってやっていくんで、まあとりあえず様子見でね、ノーアイテムでやっていこうかなと思うんでよろしくお願いします。じゃあ早速ですね行きましょう。羊さあということでやっていきますよ。いやどうだろうね、勝てればいいんですけどもね、まあ勝てればいいんですけど、ちょっと待って、また言うこと聞かない、ちょっとちょい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 、待って、最近さすごいなんかタブレットの調子が悪いんだよね。えこれどうするの、えなん、待って、言うこと聞かないんだけど、ちょい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 、あ止まった、あ戻った、危な、びっくりしたんだけど、ちょっと待ってよ、買って半年ぐらいしか経ってないのにさ、もう本当にねタブレットの調子が悪いって、もう買い替え時なのかな。いやーなんかタブレットのね、あのあれなのかね、収録がそもそもダメなのかな、ちゃんとあれなのかね、なんかサブ端末の携帯とかでやった方がいいのかな。まあいいや、まあ、そんなことはさておいてまた今後考えましょう。ということで、まあ、最初の方はですね、まあ、こんな感じでお財布ダメしつつですね、とりあえずあれですね、まあ、こんな感じで待ちましょうか。はい、でそうだね、まあ、今回に関しては白い敵がほぼほぼなので、一応こんな感じの変身になりましたけども、どうだろうね、魔法少女がさ、魔法少女だっけ、これがねちょっと第3形態にすればよかったんですけれども、ちょっとねしてなかったので、またちょっとおいおいやろうかなと思います。さあ、まあ、今回はちょっとレッパラね、ちょっとどこまで、ご用意できるかなって、もうこれちょっとねニャンプ使った方が楽なのかななんて思ったんですけどもね、まあとりあえず手動で頑張りましょうか。はい、今のところまだ大丈夫そうですね。どうしよう、マックスなら上げるか。はい、よし、これでちょっと若干待ちます。よし、オッケー。ということで、だいぶ溜まってきましたので、そろそろちょっとね、壁たちを投下しつつね、ちょっとやっていきますかね。どうしようかな。キャスはどの場面で行くかな。もうちょい待つかね。ちょっともうちょい待ちつつって感じかな。あ、でもだいぶちょっと余裕あるな。いっか、とりあえず。はい。よし。で、ムートに関しては、ちょっと押されてきたら、ちょっと出そうかなと思うんで、ちょっとまだ待ちましょう。はい。さあ来ましたということで、ボス戦でございます。あそうなんだね、大狂乱ステージも BGM これになったんだね。なるほどなるほど、じゃあいいや、もうめんどくさいからもう無理出します。よし、これでどうだろう。いやーもう手動結構めんどくさい、かなりめんどくさいけども、あでもレッパーがいい仕事してるねこれね。いいね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 、いい感じいい感じで、攻撃力ダウンもちゃんと発揮されてるのでね、これでどうだろう、いければいいんですけどもね。いやーほんと手動がまだね、タブレットだからさ、割となんかタップしやすいっていうところがかなりメリットなんですけどもね、まあたまに本当にね、タッチが効かない時があるんでね、ちょっとそこが、なんとも、まあ、機種自体にね、よるのかなと思うんですけど、やべえ、若干押されてきてるな、ちょ、ってかお財布が結構やばいね。ちょっと後方にいる敵たちが倒せないと、お財布がだいぶちょっと潤わないので、そろそろ、よし、OK! クマ戦が倒れましたので、これでだいぶちょっと変わってくるかな。OK!いい感じですね。うわ、これほんとニャンピュ使いたい。めちゃめちゃニャンピュ使いたいなぁ。よーし。まあ、後方にね、キャラクター、敵キャラがいないんで、まだ楽じゃないのかな。ほら。あとはこのモヒカンのちょっとゴリ押し具合がちょっと結構やばいんで、まあ、あとはひたすらちょっともう壁を耐えつつって感じかな。まあ、攻撃力弾がほんとにいい感じになってる。ほら。あ、来ましたね、クマ戦の方が。まあ、でもここまで来れば大丈夫じゃない？ほら。よし、ノックバックしたね。
ついにあれかな、モヒカンの方はモヒカンっていうかもう第3形態できるね今回で。これいけるでしょさすがに。これね負けたらちょっと勘弁してよ頼むから本当に。そしたら次はゴムだね。ゴムいっちゃうか。まあ、次ゴムいつくの分かんないけど、どうだっけ一回負けたんだっけな。負けてやればどうだったっけ。猫みたいでいけたんだっけな。まあいいや、その後もとりあえずまああの機会があればやるんでよろしくお願いします。まあもう気が向いたらって感じです。よし、お財布も結構余裕なんで、よし、これで大丈夫かな。うん。で、モヒカンに関しては、こやつは、あと、あれから何回ノックバックであれなのかな。お、でも、黒キャスが2周目入りました。これかなりでかいよ。もう、ここまで来たらやばいね。いやー、いいね。やっぱ、レッパ持ちはかなりちょっとでかいわ、これ。いやー、よかった。これで、おし、よしよしよし、2回目のノックバックでございます。多分、次でいけるんじゃないのかな。よし。今回はこれで、やったー、これで勝てんぞ、これで。よーし、これでなんとか、サバカの方でもですね、ちょっとあれですね、第3形態することができますよ。これは本当にでかいぞ。いやーもうね、サボってばっかなので、ちょっと本当に真面目にやらんといけないぞ、これは。ちゃんと本当にね。よし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 。もうここまで来れば大丈夫じゃないのかな、ほら。もうだいぶ、だいぶ余裕だよね。うん。いやー。強いな、さすがだね。オッケー、倒れました。ということでこれで終了でございます。今日はちょっと1回なんか負けてさ、アイテム使って勝つのかなみたいな感じで思ったんですけど、まあとりあえずこの編成であのアイテムでいけたので良かったと思います。ちょっと指もちょっと疲れてきたので、そろそろちょっとね、もうこれで、おしまいにしましょう。さあ、あともうちょいでございます。しばしお待ちください。さあ、もうすごいね、とんでもないもう光景になってるよこれは。いやよーし、よかったわ、これ。よし、行け！ってことで終了でございまーす。はい、ってことで、ドロップ報酬、激レアキャラ、狂乱の猫、第3形態ゲット、合計レベル20以上で、進化可能でございます。ということで、終了です。はい、ということで、今回はこちらでございますね。狂乱の猫ビルダーのね、第3形態の方をゲットするべく、とりあえず大狂乱ステージの方をね、挑戦しましたが、無事なんとかクリアすることができました。で、ちょっとね、残念なところがですね、進化ができないんですよね。経験値がちょっと本当にね、ひもじい状態なので、ちょっと今すぐ進化できないんですけど、またとりあえずね、経験値余裕があった段階でちょっと進化させるので、ちょっとね、まあそこは我慢しようかなと思います。で、次回はですね、壁とかその辺かな、まあまだですね、大狂乱なってないキャラクターがたくさんいるので、まあちょっとね、そやつらをちょっと目指して頑張っていこうかなと思うので、次回も見ていただければなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、またね。